自衛隊で無人機導入を加速するとの情報をキャッチしました。今回は、世界で進む無人機への自衛隊の導入や研究を詳しく見ていきますね。時代は、無人機での戦闘が予想されますが、日本は、これから防衛費増額で加速していく分野でしょうね。2022年8月13日、来年度である2023年度の予算の概算要求の中に、陸上自衛隊で使用を行う UGV 無人地上車両のための費用を盛り込むことが政府筋から明かされ、ある種世界的なトレンドでもある分野に日本も歩を進めた形だ。現在までは無人機の導入や検討においては、航空自衛隊が先行しており、UAV、無人航空機を、すでに、一部で、監視、偵察用途の機体の導入を実施しているほか、今後は、攻撃用途に用いる機体の導入も、視野に入れている。また、海上自衛隊においても、USV、無人水上艇や UUV、無人潜水艇の研究と開発に着手しており、四方を、広い領海で囲まれた日本の防衛に対し、空と海との両面から、これらの活用を念頭に置いていることが伺える。ただし、前述した通り UAV、無人航空機において、攻撃用途の機体の研究が行われている点を除いては、やはり、自衛隊が掲げる専守防衛という前提があるが、ゆえか、間接的に戦場を支援する用途への対応が主であることは否めない。今回の報道における陸上自衛隊への UGV、無人地上車両の導入検討に際しても、その前提が感じられ、有事の際に前線へと武器、弾薬や食料等の兵站輸送を担うほか、負傷した兵員を後方に退避させることが目的とされている。この陸上自衛隊の UGV、無人地上車両は、GPS 等を介した通信で遠隔地から操作する形式であり、前線の部隊に補給物資を送る場合に、仮に敵からの攻撃にさらされても、従来の有人車両のような操縦者等の被害を防ぐ点が強調されている。そうした想定を額面通りに解釈すれば、前線への各種必要物資の補給に際し、車両を無人化することで、操縦者等の人的被害を抑え、同時に前線で発生した負傷者を回収し、後方の安全なエリアに退避させるものだと言ってよいだろう。このあたりの人的な損耗を極力減らそうというコンセプトは正しいと思えるのだが、今現在の時代にあっても、攻撃用途に言及することは、いらぬ批判を呼び起こしかねないと、世論の動向を留意せざるを得ない状況も感じさせる。また、UGV、無人地上車両を陸上自衛隊に導入すること自体については、表立っての批判はしないものの、そもそも、日本で陸上自衛隊が地上戦闘を行うという事態は島国として末期的であり、その状況を憂う意見も散見される。確かに西島国である日本に敵の部隊が上陸してきているという想定は敵の強襲揚陸艦等の艦艇の接近を許したということであり、航空自衛隊や海上自衛隊の戦力がそうした事態を事前に防げなかったことを意味するものではある。しかし、かつての太平洋戦争後の冷戦時代と異なり、例えば北海道に旧ソ連軍が上陸してくるような想定ではなくとも、現状で覇尖閣諸島をはじめとする南西諸島へ敵部隊が上陸する可能性は拭えず、その対処にも UGV 無人地上車両は有用なはずだ。幸いなことに、今のロシア・ウクライナ戦争のように地理的に他国と地続きではない日本は、確かに本土への大規模な敵の上陸にさらされる可能性は極めて低いとは思われるが、そのことが UGV 無人地上車両の有用性がないこととは直結しないだろう。
また、こうした UGV、無人地上車両の開発には、飛び抜けて、高度な技術力が必要とも思われず、既存の技術の組み合わせで、対処が可能な分野にも見え、有事に備えた国産化を図っておくことは、日本の防衛産業にとっても有意義ではないだろうか。適切な例かどうか定かではないが、このロシア・ウクライナ戦争において、海戦壁等に、ロシア軍の侵攻を阻害する働きを見せた、トルコ製の UAV、無人航空機、バイラクタル TB にも、技術的な側面からだけ見れば、驚くような機体ではないと思える。それでも、2020年のナゴルノカラバフ紛争において、アゼルバイジャン軍は、バイラクタル TB2 を有効に用いて、アルメニア軍に打撃を与えており、ウクライナでも、以前から、東部の親ロシア派との内戦でも、効果を発揮していた。ロシア・ウクライナ戦争における、バイラクタル TB には、ウクライナ軍の前線を世界に牽連するための、政治的なプロパガンダの一手として、実際の有用性以上に、課題に、その成果が伝えられた嫌いはあるが、大規模な実戦で、さらにノウハウを蓄積したと思われる。この事例から鑑みるに、失礼ながら、トルコが、何か、特別な UAV、無人航空機に対する技術を有していたというわけではなく、既存の技術をうまく活用して費用対効果に優れ、かつ汎用性を持たせた点にこそ注目すべきだと感じる。こうした UAV、無人航空機や UGV、無人地上車両といった分野においては、ことに攻撃用の兵装の統合には、技術的な問題も生じるかもしれないが、偵察や監視といった用途に限れば、民生用の用途と大半が重複しているはずだ。そう考えれば、日本がこれらの開発を行い得る技術力は十二分に有してると思えるのだが、やはり開発を担う企業からしてみれば、商業的に採算ベースに乗せるためには、海外市場への参入が不可避であり、それがネックということだろうか。さて、日本ではなく、世界の UGV、無人地上車両の導入に目を向ければ、各種の無人兵器の分野でも先行している国の一つに、イスラエルがあり、同国は、自国の GNIUS 社が開発したガーディアムという、UGV、無人地上車両を配備している。GNIUS 社のガーディアムという、UGV、無人地上車両は、イスラエル国防軍において、2005年から導入されており、盛況な陸軍として名を馳せている同軍の、主として、国境の警備などに従事している遠隔操作型の車両である。イスラエル国防軍のガーディアムは、同軍の ATV、全地形対応車両である、トムカーの車体を流用した UGV、無人地上車両であり、迷子のオーバーハングがほとんどないいわばトイカーのようなユーモラスな形状をしている。このガーディアムは、専用の司令室から遠隔操作で運用されており、主として、国境警備の中で、巡回、巡視や待ち伏せの用途に使用され、有事の際には、有人の部隊が急行するまでの初期の防衛任務を遂行する役割を担っている。ただし、周囲に敵対する国家や勢力を絶えず抱えているイスラエルだけに、ガーディアムには、最大で 300kg までの攻撃用の各種の兵装が搭載可能であり、複数のセンサ類で敵を識別して、司令部からの遠隔操作で攻撃が行える。ガーディアムは、4輪の送輪式の UGV、無人地上車両だが、軽度の装甲を装備した状態でも、最大速度は 80km を発揮し、舗装路のみならず、不整地の走行も可能で、砂漠の多いイスラエルでも優れた走破性を実現している。また、イスラエルと同様に、地続きで最大の仮想敵国である北朝鮮と対峙する韓国でも UGV、無人地上車両の導入は進められており、
2020年末には、現代ロテム社が、6輪の双輪式車両の MUGV を韓国陸軍に納入する契約を行っている。現代ロテム社の MUGV も、イスラエルのガーディアムと同様に、同社の他の陸上車両の車体を流用して開発された UGV、無人地上車両だが、最大速度は 40km とされ、ガーディアムほどの機動性は有していない。また、兵装に関しても、現代ロテム社の MUGV は、遠隔操作が可能な 5.56mm 口径の機関銃を搭載する予定であり、ガーディアムほどの重武装は、現行の使用上においては忌とされておらず、日本の UGV、無人地上車両の構想は、これに近いようにも感じられる。